構成素材からその用途、目的まで全く解明できない。さらに興味深い難問がもう一つある。科研三部調査班の報告によると、例の物体と一緒にロボノイドが発掘されたらしい。クリエイトタイプ ID00104。 バカな、期限前ですぞ。しかもここにいるクリエイターと同じ型番、なんかの間違いでは。確かに私もそう思った。だが製造元である我々が発掘したのだ。間違いようがない。理解不能です。やる気あんのか、とっとと調べさせろよ。双子の兄弟なのかな。いいね、それ面白いよ。現在記憶データ解析中だ。分かり次第追って連絡する。それから、今日は君たちのテスト最終日だったな。上層部も新型機には期待しておる。頑張ってくれたまえ。親父、気合がありゃテストなんざ必要ねえよ。天外寺、ガイの成績はどうなのかね。最低であります。これは確かに。サムは人手が足りないんだから、クローンを導入すべきですよ。クローンか。技術的にはロボノイドに任せれば簡単に作れるから問題はないが。上層部ですね。まったく何考えてんだが。あ、ところでこいつどうですか。意思は全くわからん。ロボノイドの記憶はあと少し。出た。どんな感じですか。こんなことが。コンピューター、最後の方を見せてくれ。この石のような物体って、まさかこいつですか。緊急回線。西暦2520年7月14日、この日世界は消滅した。我々4人と1体のロボノイドを残して。